さて今回は過去3回の放送から内容を凝縮してダイジェストでお送りします。はい、始まりましたキャンプスタイル。今回も、相方いないです。で、まあ、またおっさん一人、まあね、あの先月はうちの家族だし出ましたけれども、まあ、今回特別ゲストをご用意させていただきました。どうぞ。はい、おはようございます。かつきちゃんです。市川かつきです。はい、どうですか来てみて。いや、第一印象すごい、なんやろ、とても綺麗ですし、また自然に囲まれてますし、海が近いんでこう波の音と、まあ、鳥のこう自然に囲まれた音がすっごい心地よくて、もう来て1秒で好きになります。最高ですよ。多分ね、キャンプしたことないでしょ。それがないんですよね。それがない。気になってたんです、この番組。あ、本当ですか。見てくれてます。見てますよ。本当ですか。ちゃんとチェックしておりますよ。嬉しい限りでございます。嬉しいです。で、そんな、まあ、かつきちゃんのような、もうなんだ、清楚な女性の方がぜひアウトドアっていうのを体験体感してもらう入り口として、グランピングっていう施設があるので、女性の方も今って本当キャンプにしてもすごい人気ありますから、魅力たくさん私も感じて帰りたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、いつもの相棒堀西さんに代わってロケに来てくれたかつきちゃんとのコンビでお送りする、今回太平洋の大海原を望む絶景がとにかく素晴らしい、ここIn the Outdoor白浜志原海岸を舞台に、周辺の見どころなど引き川の自然をたっぷりとご紹介しちゃいましょう。2022年5月にオープンしたばかりのIn the Outdoor白浜志原海岸。早速この施設を2人にじっくりとリポートしてもらいましょうか。まずは山本さん、よろしく。はい、牧君、そうなんです。こちらがグランピングスイートダブルです。いいですね、ウッドデッキ、広々としたウッドデッキに2棟バーンとこうありまして、まあ片一方が寝室専用、片一方が寝室とリビングっていう風になってます。3名から8名までの利用可能ということで、めっちゃいい感じやん。4つあって、うわ、あのね、やっぱね、グランピングじゃないと表現というかできないこと、これですね。ほんまやね。クーラー、え、クーラーあるの、ね、これあるってやっぱいいですよね。さあ、リビング。リビング、お、こっちはソファーがありますね。いや、おしゃれ。何これ。ちゃんとテーブルがあって、でこれすごいですよね、フリー Wi-Fi。 わわ、野外に多分施設内全部 Wi-Fi 飛んでるっていうことなんで。いや、それありがたいわ。まあ、この中で仕事もできますし、ね、皆さんでなんか動画見るっていうのもできますし、ね、次の日のどこ行くっていう、ね、情報収集もできるんで、 Wi-Fi があるっていうのは非常にありがたいですね。ありがたい。こちらは定員4名のグランピングテントスイートとなっております。では早速中行ってきます。行ってらっしゃい。こんな感じになってるの。あ、お邪魔します。いや、かなり天井部広くて、いや、おしゃれ。見て、あの照明、素敵なランプもありますよ。あら、かわいらしい。なんてかわいらしいお部屋なんですか。あ、広々としてますし、おしゃれやね。そちらにはエアコンも、やっぱエアコンある、しっかりと完備されてます。夏でもしっかり涼しく快適にね、過ごせます。あ、それええわ。そして見て、カーペットもかわいらしい。ほんまやね。いや、こんなお部屋最高じゃないですか。はい、次のグランピングゾーン見てください。この広さまだある。広、バナヘイムグランピング、デラックススイートで合ってましたっけ。合ってるみたいです。なんて覚えられへん。バナヘイムグランピング、デラックススイート。あ、やばいでしょこれ。すご、ほんまや、やばで、泊まれる人数が4名からなんと16名までいける。16人いう広さになってます。これ多分ここもリビングだけなんですよ。で、最初バーってこうやった右左の、ワンポールのテントですよね。ここで皆さん寝ていただくと。プライベートキャビン、こちらのねお部屋になりますけれども、うわー、いいですね。木が貴重になってて、お邪魔します。あ、天井も見てください。すっごい高くて開放感ありますよ。いいや、いいや、別荘別荘。ここから見える景色、はあ、まあ、緑とまた青空が最高ですね。ああ、く
つらげる。あーめっちゃいいわ。ちょっとね変わった木箱、まあ正式名称はこれ熊健吾さんと、はい、スノーピークのコラボ、はい、今下見てもらうとタイヤついてるんですけど、タイヤついてる、これハウスになります。で、まあ、外と建物がこう一体感が出るっていう。で多分こうやってこうやってこういるのも多分すごいいいですし、いやでもええなこれ、これ最高やな、最高やね、そう思うわ。こちらの敷地は手つかずの自然を守るための国立公園にあり、雄大な自然の中にどっぷりと浸かって心身ともに癒される時間を過ごせるなんて本当たまりませんよね。さてここからはプライベートキャビンに設置されている薪ストーブを使って料理長自ら特別にディナーを作っていただきました。今回特別に料理長に作っていただけるということでね、料理長。はい。まあ季節によってメニューが違うというお話は、はい、伺ってるんですけれども、今日のメニューはどんな感じで。はい、まずですね、はい、こちら、一番初めは岡山県産のカツオ、ちょっと今秋はもうカツオ踊りガツオの季節なので、うんうん、そちらをタルタルサラダにさせてもらいました。タルタルサラダ、うん、むっちゃ美味しい。よいしょ。なんか来たよ。伊勢海老とグリル野菜、そうです、ね、バーニャカウダーを添えて、お好みでつけていただいてお召し上がりください。笑いしか起こらないですけど、はい、そしてこちらはダッチオーブンで煮込んだマダイと乙姫貝のブイヤベース。あっさりめの、そうですね、各部屋に備え付けられてるウェーバーのグリルを使ってお好みの焼き加減でいただきます。料理長こだわりの味付けのフルコースディナーをお客様で仕上げていただくというスタイルのディナー、式によってメニューも変わるそうなので、皆さんもぜひ味わってみてはいかがでしょうか。ここインザアウトドア白浜志原海岸でぜひともおすすめしたいのが、大自然の絶景の中でいただく朝食。おっ、すごい光景が目の前に。パノラマの海が広がるこんなところで朝ごはんってすごすぎですやん。これジビエハムとチーズのパニーニやって、美味しそう。さあライオンケミカルの携帯用消毒スプレーで手を清潔にして朝食の準備。それにしてもなんておしゃれな朝食メニュー。イタリア発祥の温かいサンドイッチパニーニは具材を挟んでパンにこんがりと焼き目をつけていただきます。おお、いい焼き目、そしてあったかいスープもあります。僕も食べたいわ。うんうんうん、おいしい。うん、めっちゃおいしいし、パンも柔らかいし、うん、なる、うん、サクふわ、うん、ね、いや、うん、中のこの食材も美味しいし、チーズもね、めちゃくちゃ、あ、でも美味しい、この朝からこんな美味しいのを食べれるって、あ、うん、みんな海見ながら、そう、ね、景色もいいですし、またこの波の音がより爽やか、ね、どうでしたか。いやー、もう最高でしたね。この引き側の大自然に囲まれて、またグランピングもすごいこう優雅に
言いながら優雅にって言いながら一番美味しい晩ご飯と焚き火の時になかった。あ、そうか。いやでもそれでも明日からもうフレッシュな気持ちでもう美味しかったし、朝食ね。だからまたぜひいろんなこうグランピングというかキャンプがあるんだろうなと思うので。そうやね。でもね、一番最上位のめっちゃ楽から入ってるから導入いいんやけど、ここからだんだん過酷になる。またちょっと番組を来ます。お願いします。無人島で、2泊3日とかやりましょうか。やりたいんや。じゃあ次回またぜひ参加よろしくお願いします。聞いてください。お願いします。はい、お願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。キャンプを通じて心と体をリフレッシュ。皆さんも今度の休日キャンプで良い一日を。それでは。